どうもジョージアルヒの野口です。もうね、家をダンススタジオにしちゃいたい。今回お送りする内容をね、最初に言っちゃうと、ジョージアに来てね、なんか実店舗で事業を始めたいってなった時に必要なのがね、拠点ですよね。でいざ来てみたらね、その拠点になんかないものがあったり、いろいろ不備があったりとかね、そんな時に必要なのが DIY の資材ですよね。今回行ってきたのはね、そんな資材が何でも揃う飛び石のスポット、ジョージアでね、何かを始めようとしている人必見の動画になってます。冒頭で言ったようにね、僕の場合コロナの影響で稽古場が使えなくなっちゃってるんです。もう家がね、本気で踊れる場所になっちゃえば、もう稽古場なんかいらない。いや、いらないことで、いるんだよ、いるんだけれども、その家でできることの幅が広がるっていうことですよね。今日僕が探していくのはね、床に貼るシートですね。普通ね、ダンスをする稽古場ってリノリウムっていうシートが床に貼られてるんですけど、どうしてもね、やっぱフローリングだとツルツル滑っちゃってね、踊れたもんじゃないってことでね、全力で探しに行こうと思います。それではやっていこう。さあ、今日はどこへ行くんですか？建設資材屋さん、建設資材屋さんを目指してます。めっちゃうるせえんだけど、全然声聞こえない。金属加工の、何ですかこれは、資材屋さんですか？行ってきたな、床のシート。犬が3匹いる。タイル床屋さん。壁だね。壁屋さんだね。これもだって壁だよね。うん、だんだん近づいてきた気がする。ありますように。ありそうじゃないこのお店。あんな感じの。これはダメだね。つるつるしすぎだね。あれでもこれどうよ。ちょっと滑るかな。まあもうちょっと見てみよう。下はなさそうだね。なんか家いじりたい人とかすごいいいね、この店。あ、こっちかい。洗面器。
レクトローバー、エレクトローバー、電気の線ですね。接着剤は何？接着剤なんでねんだよ。セメントいっぱい売ってるけどシート一切売ってない。セメント売られても困りますよね。なんかこんなのも飲食店を開業したい人とかにがいいですね。これめっちゃすげえ。キッチン機材、フライヤーとオーブンと。はい、ありませんでした。帰ろう。なんでだ。なんでだ。ここにもねえじゃねえか。めっちゃ寄ってきた。というわけでね、ないっていうことでした。なんでシートだけないんだよ。まあこんな感じでね、大規模に資材だけ取り扱っている地域があります。特にね、場所の名前とかはないんで、概要欄に地図だけ載せておきます。シートってどこで売ってるんですかね。もしね、知ってる人がいたらぜひぜひコメント欄で教えてください。そんな人いねえよ。まあわざわざね、ここまで専門的なところに行かなくても、イーストポイントっていう飛び出しの超大型ショッピングモールに行けば、こういう資材類は売ってたりするんですけど、でも多分ね、そっちの方はちょっと値段が高いんですよね。ジョージアでね、実店舗経営を始めたいとか、なんか建設資材が必要だなっていう人のためにこの動画が役に立ったらなと思います。この動画が良かったら高評価の方よろしくお願いします。それとチャンネル登録もぜひぜひお願いします。それではまた次回。 Good hope come with luck ある日。チャンネル登録お願いします。バイバイ。